あ、そういうこと言っちゃダメだって、アスマさん。で、なんで喧嘩してるの？強い方が正面を担当すればいいんじゃない？アスマ先輩、それは。あ、終わった。ワイが強えってなんだから。おい、表出ろ。白黒つけようじゃねえか。ちょうど白と黒だ、しかも。へへ、けへへへへ。ああ、喧嘩だ、面白そう。見に行こうっと。状況わかってる、お前ら。世界が終わるんやで、あと14日後に。お疲れ様です。ムービンです。今回もブラカのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、とうとう最終編2章、突入いたしました。巨猛のサンクトゥム攻略戦だったかな？あー、合ってますね。はい。そちら、なんと1、2話しか進みませんでした。ごめんなさい。ただね、6つの塔を破壊するまでの期日として、2週間程度。確か14日間なんだけど、14日ともう1日あった気がするね。正確には14日間プラス23時間59分59秒みたいな感じだったと思うんですけど。はい、今回もやっていきましょう。とうとう3話ですね。作戦準備、括弧1ということでやっていきましょう。まあ、1話と2話は結構長かった気がするんだけど、皆さんどうでした？いや、どうでしたって言われてもあれですよね。はい。第1サンクテム、アビドス砂漠エリア。アビドス砂漠エリアを攻略するのは？はい。あ、オクソラ、アヤネさんですか。あ、ちょうど6名いたかな。アヤネさん、ベンリア68のカヨコさん、ハナコさん、アコちゃん、セミナーのユウカさん。あと1人いたかな。でも、ここで5個担当した後に最後1個行くっつってっから、なんか司令塔枠で今いるのはこの5人かな。なんか連邦生徒会のリンさん以外で、学校から集まった司令塔枠はこの5人かな。ちょっと忘れてたらごめんなさい。誰か忘れてたら本当申し訳ないんだけど。はい、とりあえず、アビドス砂漠はアヤネちゃん担当ということで。第一サンクトゥム作戦担当、オクソラアヤネです。皆さん、指定地点に到着しましたか？第一部隊、応答を願います。誰だ、いるのは。まあ、対策委員会だよね。だよね。大丈夫よ、アヤネちゃん。準備は終わってるわ。うんうん、待機中です。応答ありがとうございます。星野先輩はどうですか？本当は白子ちゃん助けに来たよね。うん、おじさんも大丈夫。あれが巨猛のサンクトゥムなんだね。はい、そしてビナーをこちらに引きつけなければ、あれを破壊することができません。あ、ビナーを倒してから壊しに行くんじゃなくて、ビナーを引きつけるっていうことなんだ。なるほど。あ、ベンリア68も協力してくれんの？おとり役は私たち便利屋がやるわ。いいわね。あ、はい。壊れた列車を暴走させて命を散らせばいいんですよね。わかりました。一生懸命死にます。死ぬな、死ぬな。そんな、神風特攻みたいにしちゃダメ。はるかちゃん、相変わらずだね。いや、死んだらダメでしょ。第二部隊はビナーを引きつけたら、第一部隊と合流して、対象を、強撃っていうのかな、この、挟み撃ちするっていうのが。挟み撃ちするようなのか、強撃するようなのか、どっちなんだろう。列車の上に乗って移動するから、いかに怪我をしないかが重要。列車の上に乗って移動すんの？ええ、一番危険なポジションは、私たちベンリア68に任せてちょうだい。それが、ハードボイルドというものだもの。すっごい楽しそう。ジェットコースターみたい。そう、列車は最後に破壊するつもりだけど。文句はあるかしら？ま、この状況だから、しょうないよな。それについてはお気になさらないでください。どうせ今は扱われていませんから。扱われてないんだ、ここのは。ちょっと寂しいな、それはそれで。あ、そうなの？それにあの列車こそがアビドスの衰退に拍車をかけたきっかけですし。そうなんだ。それは、なんでなんだろう。砂漠化が進んだのは原因の一つだっていうのは分かってるけど、なんで列車がそれにつながっちゃったんだろう。それが世界を救うお役に立てるのなら、それ以上嬉しいことはないです。野々見先輩はな、一つ上というか、今2年生だから、いろいろ知ってるんだろうね。まあ一番知ってるのは、星野さんだとは思うんだけど、星野さんの次に知っているのは野々見先輩な気がするよね、アビドスの実情を知ってるのは。まさか、この列車が、ネフティスグループの、あ、売ったやつか。
なんか言ってたな、その借金を背負うきっかけになったみたいなので売り込まれちゃったみたいなあったよね。なんか借金、あ、そういう感じだったっけな、間違ってたら申し訳ない。なんかそのアビドスを利用しようとした人たちがなんか買わせたりもしたみたいな話が出てたと思うんだけど、それがここな、この列車なのかな。ここら辺も気になるね。ここら辺ってまだ解明されてないのかな。なんかアビドス編は続くっぽいんだよね、最終編の後も。はいはい、昔話はその辺にして、こっちは準備 OK だよ。はい、シャーレコントロール05、応答を願います。第一、サンクトゥムはスタンバイ完了です。おお、コントロール0とかある。作戦式車両。ほん、シャーレかな、あれ読み方。シャーレコントロール0かな。はい、確認しました。マキさん、そちらはどうですか。マキさんだ。ベリタスの。問題ないよ。あ、でも1個だけ注意。ビナーのレーザーには絶対触らないでね。ビナーのレーザー。あいつレーザー撃ってくるよな、確かに。あ、そんなやばいんだ、あれって。岩を一瞬で消しちゃうくらいの超高温レーザーなんだって。やば。第二サンクトゥムの方はいかがですか。やべ、さっきのサムネ用に一旦オフにすりゃよかった。はい、ミレニアム郊外閉鎖地域。ここは誰が担当するんだろう。あれかな、ゲーム開発部とか。うん、こちら第二弾サンクトゥム作戦担当、泉本栄美。あ、栄美さんが遠隔でやってくれるんだ。別にシャーレのところに呼ばれたあのメンバーが司令塔ってわけでもないのか。今から、軍需工場にいるケセドと交戦する予定。工場の正面でケセドが生み出した兵と戦う部隊と、上空から工場内部に入り込むパラシュート隊が待機中。あと、状況了解しました。ありがとうございます。パラシュート部隊のメンバーはどなたに決まりましたか。それがちょっとトラブルが起きちゃって。どういうこと。と言いますと、パラシュート乗りたいみたいなやつが出てきたってこと。そんなわけないか。んネルさん。あ、てめえ話聞いてんのか。ここ組ましたの。え、だって、剣さんとネルさんってさ、このキボトス、僕が三強って勝手に呼んでるだけなんだけど、いっちゃん強いの誰っつら、剣さん、ネルさん、あの、ひなさんなんでしょ。なんで一緒に置いちゃったの。そんだけケセドって強いっていう認識なのかな。キー。その困ったっす。C&C のダブルオート、正義実現委員会の委員会長がお互い譲らなくて。強いやつと戦いに行きたいの、どっちも。リーダー、そろそろ時間が。今はこんなことしてる場合では。わーってる。だがな、こいつが先に喧嘩ふっかけてきてんだよ。誤解されてない？どうなんだろう。あー、すいません。そちらもどうか、なだめていただけると。すいません。それは難しいっす。あの状態の剣先輩は、誰にも止められなくて。ははははは。あー、そういうこと言っちゃダメだって、アスマさん。で、なんで喧嘩してるの？強い方が正面を担当すればいいんじゃない？アスナ先輩、それは。あ、終わった。ワイが強えってなんのかな。おい、表出ろ。白黒つけようじゃねえか。ちょうど白と黒だ、しかも。へへ、ははははは。ああ、喧嘩だ、面白そう。見に行こうっと。状況わかってる、お前ら。世界が終わるんやで、あと14日後に。結局こうなるのか。私たちも行きましょうか。なんでこんな相性悪いことになってんだよ。そしてハスミさんここにはいねえんか。あー、仕方ないっすね。やってんな。エイミさん、そちらで一体何が。喧嘩しに行っちゃった。絶句。で、どっちが勝つの。いいって。正義実現委員会の委員長さん、すっごいね。近接戦でリーダーと互角の人、初めて見た。剣、彼女はトリニティの戦略兵器と呼ばれるほどの方ですから。おお、すごいっすね。剣先輩にひるまない人、久しぶりに見たっす。まあ、確かに、ある種対等かもしれん。互角。ははは、顔面打ち込んでるぞ。手加減ゼロじゃねえか。くひ。けえはははは。
いいぞ、次はこいつだ。遊ぶな遊ぶなお前ら。あはリーダー楽しそう。最近いろいろあったからストレスが溜まってたんだろ。ずるぎ先輩も今日はテンション高めっすね。そんな流暢な。悪くね。でもこんなもんで終わりじゃねえよな。それとも傷が痛むか。傷なんて全部治ってる。さすが、そうこなくっちゃな。キエー。楽しそうだな、こいつら。ちょっと二人とも何してるのよ。そらそうなる。お母ちゃんが来た。お母ちゃんに怒られた子供なんだけど。あ、ゆうか。チーム分けで喧嘩なんかして。あなたたち、一体今何年生？すいません、皆さん。ゆうかちゃんなら止めてくれると思いまして。何年生なのですか？言ってみなさい。今噛みました。せっかく面白い展開になってきたのによ。でもでも、誰が一番強いか決めないとチーム分けられないよ。一体何言ってる？もう、そこの二人。ああ。じゃんけんして、今すぐ。はあ、なんで決められっかよ。こっちは時間がないの。このままじゃ計画が失敗してしまうわ。わかったよ。じゃんけんポン。小学生かな。どっちになったん。決まりだね。どっちがパラシュート部隊。お、ああ遊園地の方か。桃井緑ゆず緊急クエストです。ダンジョン攻略ですよ。確かにダンジョン攻略だ。アリス氏、重要な作戦みたいだから声落として。お姉ちゃん大丈夫かな。多分大丈夫だよ。先生がここに最強のチームが集まるって言ってたし。最強のチームが集まるのここ。はい、アリスも聞きました。今回はとっても強い仲間たちと一緒に戦います。だから大丈夫です。あと強い人って言うとひなさんかな。とっても強い仲間、なんか三強のうちのネルさんと、剣さんはケセド行っちゃったしな。白黒だよね、多分これ遊園地は。一つは特殊部隊って言ったよね。どこだ？あ、STR か。ん？ SRT か。ここがスランピアか。思ったよりも不気味な雰囲気だな。スランピアってなんだろうね。そもそも。意味があんまよくわかってない。ラビット小隊、目標地点に到着。本隊と合流しました。来た！SRT だ。こんにちは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします、皆さん。先生の次にうまく指示ができると有名な宮子さんが来た。現場指揮能力が高い人だね。そして、ラビット3とラビット4は1の報告を。ラビット3、現在空中支援のスタンバイ完了。命令待機中。みー、そっちはどう？ラビット4、死死海量、不良か。不良、風も南東向きで。35ノット。あまりいい環境ではないかな。35ノットって結構な風速なのかな。多分風の強さだよね。でも、狙撃に大きな影響はないよ。何やかんや、ミュウさん有能よね。え、ヒラさんも来たの？結構な戦力集まってない？残りのところどうなるんだろう。今、3つ目だよね、これって。アビドス、ケセド、ビナー、ケセド、白黒でしょ？残り1個って誰だ？どこだったかな？結構なんか戦力差的にバランス悪そうに感じるけど。SRT 結構強いから残しといた方がよくない？ひなさんくんだったら SRT 別のとこよこした方がいい気がするけど。でもいざ聞いたら、ああ、これだったらいけるかってなるかな。これ、台風級の風速だけど。35ノットって台風級なの？聞きた！とっても強い仲間様に、ゲヘナ風紀委員長、空崎ひな。よろしくお願いします。狙撃手、目標との距離はどれくらい？はい、私ですか。ここから約950メートルほどです。銃は何を？ラビット39式狙撃用ライフルです。弾丸は、ちょっと読まないけど、これを使用してて、相談数は5発、10番号は、申し訳ない。問い詰める意図はなかった。有効射程の倍の距離、そしてこの悪条件下での狙撃が可能だなんて、さすがだね。褒めてる。あ、はい、そうでしょうか。何？そんなレベル高いけど、ミユさん的に朝飯前なんかな。うわ、ありがとうございます。
すげえ2キロよく2キロじゃん。やば、そんな実力者だったんだ、ミュウさんって。ミュウは1980メートルから離れた距離からでも狙撃を成功させたことがあります。そう、一目見ただけで想像できる。これからも成長するだろうね。先生が大変な時にラビット正体を頼ったこと、そしてシャーレ奪還を共に遂行したことも嘘じゃなさそう。まあ別に大したことじゃないけどな。高く買ってんだろうね。多分ひなさん結構先生を強く評価してくれてるじゃん。だから先生を守ったっていう功績を強く見てるのかな。それと、あなたが噂の天道アリス、あー、ちょ、特殊な人だってことは知ってんのか。ミレニアムで起きた例の事件の。パンパカパン、レベルカンストのガチ勢が仲間になりました。クソ強いよな。RPG 後半で仲間になる、なんかレベル高い仲間やん。強いの来たよ。わあ、アリス。ごめんなさい。アリスちゃん時々変なことを言うんです。ゲーム脳なんです。許してください。アリス、ゲヘナの風紀委員長の話、先生から聞いたことがあります。先生が私のことを詳しく、みたいな。嬉しそう。ゲヘナの風紀委員長はすごく怖い人で、気に入らない人は容赦なく消すって噂を聞いたことがあるのに。怖い。もしかしたら怒られちゃうかも。まあでも萎縮するよな、さすがに。普段からね、関わり合いがあるんだったら別にそんなこと思わないんだけど。ね。でもやっぱ、他の学校からするとひなさんってちょっと怖いよね。先生は、風紀委員長はとってもいい人だと言っていました。それから。そうだっけ？先生が？先生は、ひなさんすごい評価してそうだよね。それから？それから、頼りにしている一人だと言っていました。すっごく頼もしいと。なのでアリスは、風紀委員長とパーティーを組めて光栄です。とても嬉しいです。いや、なんでもない。第3、サンクテムスタンバイ完了。ラビット招待及びゲーム開発部が待機。作戦担当、確認を願う。そういえば、今回の作戦担当は誰だ？ここは誰担当だ？いや、待って、笑っちゃいけないんだけど。ちょっとおもろいな。このメンバーを指揮するのがゆずちゃんなの、ちょっとおもろいな。第3サンクトゥム作戦担当は花岡ゆずです。どうして私が？ゆずちゃん頑張って。そうだよ。これはゆずにしかできない作戦だよ。確認いたしました。ゆずさん、よろしくお願いいたします。これ、宮子さんじゃねえのが面白いな。でも、宮子さんはやっぱ現場指揮なんだろうな。オペレーターと現場指揮はやっぱ分かれてた方がいいよね。あと2つか。作戦準備、確認。これで残りの第4、第5が分かんのかな。はい。やっていきましょう。作戦準備確認。残りの兵力的にどうだろうな。レッドウィンターとか協力してくれるんだったら、レッドウィンターはキャラクターが多いイメージがあるから、なんか一強の人がいなくても結構どうにでもなるイメージ。アリウスも参加すんの？これは。空が赤く染まって、何が起こっているんでしょうか。あ、参加してるわけじゃないのか。あ、参加するんだ。先生からメッセージは届いたよ。手伝いが必要みたい。でも私たちが行って助けになるのでしょうか。追われている身なのに、むしろ先生に迷惑をかけるんじゃ。いやもう、そういう事態じゃないんです。アリウスを捕まってどうこうしようという、そういう事態じゃないんですよ、もう。そんなことないよ。きっと大丈夫。なんとか手伝えないか方法を探そう。私たちでも手伝えること。アリウスも強いからな。誰だ？そこにいるのは誰？まさか追っ手が？誰？誰が来た？怪しいヘルメット団。誰かな？誰だろうね。まあなんか、ヘイローで丸分かりだけど、この世界観、なんか確か、ヘイローじゃ丸分かりじゃないらしいし。なんか他のキャラクターでからは視認されないみたいなやつがあるらしいし、わかんねえな。誰だ。やっと見つけた。ここにいたのか。美咲さん、いきなりそんな。誰あんた。すごく怪しい人。分かって撃っただろ。待て、私は。ああ、そうか。このヘルメットアルバイトで。なんてね、おはよう、さっちゃん。自分探しのお休み中。
一時的に離脱してるもんね。ああ、自分探しなんてよく言うよ。ただの家出でしょ。リーダー、すまない。積もる話をしたいところだが、今は時間がない。先生を助けなくては。うん、私たちにも連絡が来たよ。あ、はい、そうなんです。元気そうでよかったリーダー。ああ、じゃあ行こうか。まあ、アリウスもめちゃ強いからな。でもアリウスだけだと少なくない？第4サンクテム作戦担当、浦和花子です。皆さん準備はできましたか？じゃあ補修事業部。あ、違うか。シスターフット部隊と、アリウスってこと？はい。シスターフット部隊、サンクテムの片コンベ前で待機中です。ところで、桜子様は一体どちらに？桜子さんどこに行ったんだ？あ、でもここ結構兵力いるな。トリニティが結構いる。じゃあ別にここにアリウスが合流するわけじゃないのか。アリウス、これから先生助けに行こうっつってっから別行動なんかな。救護騎士団、作戦地点にて待機しております。よろしくお願いします。バルキューレ。あ、じゃあセミナーか。第3サンクテムはいか、あ、第5だった。第5サンクテムはいかがですか？報告をお願いします。今のが第4か。第5は？ベリタスがバックアップか。こっちは少し問題発生中。あら、どうされました？ホドが要塞都市の地下に潜った。現在、位置を確認してるけど。ホドってどれだったっけな？ホドってでも、なんだろう。CC 与えないといけないやつか。なんか最近来てたやつだな、多分な。機械のなんか、カニともちょっと違うんだよな。ちょっと難しいな、あいつ。見た目を言葉で表現すんの。要塞都市エリドゥの地下は、リオ会長が作った暗号で保護されています。ハッキングも振動も音の感知も不可能でした。リオ会長の？ですが会長は今。そう。だから今暗号を解読するために演算を進めているところ。幸い、暗号はそこまで難しくないと思う。でも時間がかなりかかってしまうのが問題。ああ、そこに逃げ込まれちゃったんだ。はあ、このままだと作戦時間に間に合わないかも。ねえ、一大事じゃん。でもこっちはサンクテムの分析やってるから手伝えないし。マキさんは今まで通り第一サンクテムに集中を。エンジニア部の皆さん、余力はありますか？やるしかねえ。いや、こちらも各エリアのインベンドピラーを破壊しようとしてるけど、こっちも難航してるところでね。インベイドか。インベイドピラーってなんだろう。ちょっと調べといてください、ムービーさん。はあ、答えが見つからない。近づくことすらできないよ。サンクテムの素材分析も並行してるから、体力的にも限界でね、すまないがこれ以上仕事を受け負えない。もっと睡眠を、カフェイン摂取で、妖怪マックスを。やっぱ普段からもうちょっと運動して体力つけておけばよかった。今言っても仕方ないさ。しゃあないね、それは。確かにな、これバックアップしてくれる人も人数に限りがあるよね。戦闘面強い人たちも多いのは分かってるけど、バックアップってやっぱ、ね、ミレニアムサイレンススクールのエンジニア部とベリタスぐらいしか、あと天才美少女ハッカーしか、天才病弱美少女ハッカーぐらいしか思いつかないな。みんなミレニアムだもんな。他のところでそういう情報管理みたいなしてるイメージないもんな。困りましたね。あちらも余力はなさそうです。さすがビッグシスター、いなくなってなお問題の種を生むだなんて。皮肉ってる。マジリオさんどこ行ったの？ひまり、以前ミレニアムの債権、ミレニアムに債権なんてあの偽造されたことがありましたよね。債権発行のセキュリティシステムもリオが構築したものですが、あの時はどのように解決したのですか？ん？あれはひまりの仕業じゃないの？私たちは倫理に背くようなことはしないよ。あら、心外ですね。私だってしません。あの時は忙しくてそんないたずらをする暇もありませんでしたので。ほう、債権が偽造。誰がやったんそれ？その時と同じような感じでリオさんのシステムをいじれないかって思ってるってこと？とりあえず。じゃああれは一体誰の仕業なの？ノアさん？ゆうかちゃん、聞いていましたか？はあ、聞いてるわよ。ノア、今から反省部屋の前に来て。反省部屋の前。はい、それでは後ほど。ノアさんがやったんか、今の感じだと。ノアさんもそういう解析能力を持ってるって感じ。インベイドピラーの攻略はこれが限界かも。
ピラーってなんか武器みたいなもんなのかな、そのホドの持ってるホドだっけ、ピラー周辺に花を掘って地面から分離、そして焼き尽くす。本当にこの方法しかないのかい。他の方法を模索したかったけど、現状だとこれが精一杯の最善策かな。だがこの規模の工事はもはや都市開発レベルの、何か別の手はないだろうか。土木工事用のドローンを今から作るには、ライちゃんって呼んでる、何か武器あったっけ。ライちゃんに火炎放射器をつけるのはどうでしょう。スコップとハンマーを。それだけだと少し、なんだ足音が聞こえたぞ。はーい、誰、あ、温泉開発部だ。あなたたちは一体。今日も今日とて温泉開発日和だね。立ち絵ここ初めてじゃない、メグさん。もしかしたら温泉開発部だね。あのボリューム3では立ち絵映んなかったもんね、メグさん。確かこの人火炎放射器持ってたの。温泉開発部、あ、そっか、温泉開発ということは地中を掘るというか土を掘るプロだ。お、温泉ですか、ここにそんなものは。え、なにこれ。はあはあはあ、ここに温泉があるから我々がいる。いや、温泉がなくても我々がいる。誰、初めて見た、かすみさんって。この人実装されてないね。細かいことを気にするな、そこは我々が担当しよう。結構初出キャラいるね、最終編。掘って掘って掘りまくって建物を撤去して全て燃やし尽くしちゃえばいいんだよね。さあ温泉開発の時間だよ。最終的に温泉にたどり着ければいいのだからな、難しく考える必要などない。それにミレニアムの地下にはどんな温泉があるのかずっと気になっていてね。つまり絶好の機会というわけだ。はあはあはあ、壊滅させるぞここら辺の建物全部。なんだかすごい方がいらっしゃいましたね。温泉開発部もう縁ねえだろ実質。よく来てくれたな。反省部屋の前。はあ、誰、先輩方。あ、小雪さんか。小雪さん、そっか、小雪さんって今まで出てきてないんか。小雪さんって確かね、あのバニーガールイベントで出てくるらしいんだよね、本当の初出は。あのミレニアム の C&C がバニーガールになるイベントがあるんだけど、それがね初出らしいんだよね。僕やれないんだけど、復刻してないから。コードネームバクト、読み方なんていうのこれ。ウサギってトって読むよね。ビャット、ビャッ、バクト。いえ、黒崎小雪、出てきてちょうだい、釈放よ。小雪ちゃん元気でしたか。私ですか、釈放、今なんでですか。時間がないの、早く出なさい小雪。嫌です、いきなり先輩がやってきて釈放とか、絶対これあれですよね、ついに強制局に送るんですよね。そうなんですよね。なんだろう、有能なのかな一応。はあ、これは無理やり連れていくしかないよね。ノア手伝ってちょうだい。ふふ、仕方ないですね。使える人なの。うわあ、ここ来ないで、先輩怖い、やだ無理、パワハラ反対。こういうキャラだったんだ。いつもなんか泣いてる立ちぐらのイメージ。ああ、その時からずっと捕まってんの。なんかバニーガールイベントで出てきたのは知ってる。何なんですか、今までおとなしくしてたじゃないですか。問題も起こしてないし脱出だってしてないのに、なんで。ひどい、暴力反対、冤罪ですよ。あのね、あんたがここにいるのは自分で起こした問題のせいでしょうが、どこが冤罪だって言うのよ。まあまあ、ゆうかちゃん、小雪ちゃんも反省してるようですし。反省、これのどこが反省してるって言うのよ。そうですよ、反省だなんてまるで私が悪いかのような言い方はやめてください。でも僕はごめん、バニーガールイベントやってないから、なんで捕まってんか知らん。あれは不可抗力だったのというか、ハプニングだったというか。あ、それがそういう話なんだ。そっか、僕がそれ分かってないのはそういうことか。あれは僕、あのバニーガールイベントは債権が偽造されたからどうにかしようみたいなお話なのか。 C&C が調査入るよって話なんだ、もしかして。で、元凶がこの小雪さんだったってことか。なんとなくそういうイベントだったんだと理解しました。
それにすっごいこわもての C&C の先輩使って私を捕まえに来たじゃないですか。もうトラウマですよ多分そのイベントだな。バニーガールの小雪ちゃん反省しているんですよね笑顔怖その最初からずさんな暗号システムがいけないんじゃないですか。なのでなんで悪びれないんだ。あの普通に謝れば助けてくれそうなのにね。小雪ちゃん先輩その顔マジ怖いんでやめてください可愛い顔。先輩の言う通り私が間違ってました。反省は、はい反省してます。いい子ですね。ほらゆうかちゃん見ての通り小雪ちゃんも反省してるみたいですよ。なんでノアに対してはおとなしいわけ。でもノア先輩はたまに本当に怖いというか夢に出てきそうな感じがして確かに一番怒らすとあかん人だよね。うん顔怖いよマジで。冷静な顔というか糸目が一番怖い。昔の発言を何時何分だったかまで指定して小雪ちゃんあの時言ってることが違いますよって言ってきたりするからマジでちょっと。それでお二人が訪ねてくるなんて一体何があったんですか。単刀直入に言うと小雪ちゃんの力が必要なんです。そうあんたのその摩訶不思議な演算能力が必要なの。今すぐセミナーに復帰してちょうだい。あもともとセミナーなんだ。今すぐにセミナーですか。私クビになったんじゃ。そんなことないわよ。詳しいことは生きながら説明するから急いで。はい小雪ちゃんの制服も持ってきたのでこちらに着替えてください。でもこの服結構気に入ってて小雪ちゃんわかりました。ウケるな。なんでこいつそんな口答えするんやろ。普通に従えばいいのに。そう第6のサンクテムどうすんの。残るは DU の中心部にある第6サンクテムです。おーいそっちはどう。誰が行く。カンナさんか。そうか DU だからあれか、あの公安局とバルキューレか。市民の避難は完了した。サンクテムタワーから30キロ離れた場所に無数の避難所を設けている。しかし人員が足りない。あと食料もな。バルキューレと有志の協力者が避難所に常駐して手伝ってくれてはいるが、ちょっと手薄じゃね。待て給食部だ。あ、風花さんが作ったなら大丈夫だ。こちらはどうぞ、こちらをどうぞ。風花先輩が作ったおかゆです。温まりますよ。ありがとうございます。ジュリこれも配ってもらえる。はい先輩。ふう次は何かお手伝いしましょうか先輩。大丈夫炊き出しは慣れてるから。ジュリは今まで通り配膳をお願い。はい先輩。確かにここは給食部の力が必要ですね。力に慣れているのならいいけど、でもこのままだと食材が足りなくなっちゃうかも。美食かこれは。美食研究会が。あらちょっとどうしたの。食のピンチ、すなわち美食のピンチ、やっぱり来ると思った。風花さん、助立ちに参りました。到着です。美食研究会がどうして、というか、なんでそんなに濡れて。炊き出ししてるって聞いて手伝いに来たよ、ほら。そうそう、食材持ってきたよ。釣ってきたの。お、すげえ。あら、新鮮なお魚がこんなに。これなら食材足りそうですね、先輩。そうだね。これで汁物に揚げ物、焼き物も作れるし、栄養バランスも大丈夫そう。でもなんで給食部のトラックにあんたたちが乗ってるのか気になるんだけど、強奪してきた。まあいいや、魚集めるの大変だったんじゃない。すっごく大変だったんだよ。近くの水。まさか水族館とか言うんじゃないだろうな。まあまあ、細かいことは気にしないでちょうだい。私たちと給食部の中ではありませんか。困ってるときは助け合うべきです。いや、そんな仲じゃないけどいつも拉致られてるからかわいそうやね。まあいいや、助けてもらったのは事実だし、ありがとうね。とんでもありません。まあ私たちもやるときはやるのよ。友情って本当に素晴らしいですよね。それで、この魚はいつになったら食べていいの。待ってんのか、作られるの。今、DU 白鳥区は誰もいない。好きに暴れるがいい。ありがとうございます。第6サンクテムの守護者はまだ確認できていませんが、6つのサンクテムの中では最も強力なエネルギーを持っていますので、確かにそうだ、まだ確認できてないんだ。守護者が現れたら、避難完了したエリアに誘導して、そこで作戦を開始するよ。誰が戦うの、第6地区だと。
補習授業部か。ゆうふみ、私たちは DU の外郭だったかな。外郭を巡回し、守護者を探す、いわゆる偵察部隊だ。あう、どうして私たちが。操縦？何？車運転して移動するの？それはひふみの操縦の腕がすごいからだろう。ひふみを守るのは私一人で十分だからな。あの時は30人の正義実現委員会を一掃できたが、今ならその2倍雇用と問題ない。あれが戦車を運転してんのかな。そういうつもりではなかったのですが、あう。今日はペロロ様の特撮映画を見る予定だったのに、まあやってねえって。でもこんな状況だったらその映画も。うん、私も楽しみにしていた。だからこの作戦が終わったら一緒に見よう、ひふみ。はい、あざちゃん、この任務最善を尽くしましょう。ああ。仲いいな、ここは。お、百鬼夜行。ん？合ってるか、百鬼夜行。準備完了かな、にゃはは。にゃ、どうだった？それじゃあ、カホ、あとはよろしく。ふ、皆さん準備はよろしいでしょうか。ん？ここは何担当ってこと？伊豆さん、主殿の声を聞きつけてまいりました。特別任務を遂行すべく参上。これはあれかな？先生がクズノハさんとの接触を試みてるところってことかな？だってる。忍術研究部と一緒に行くってことかな？と、到着しました。ご本、忍術研究部部長、千鳥満剣山。ここに参戦の意思を宣言するよ。剣山、ここに宣言を。忍術研究部。続くよ。忍術研究部の参戦を知らせる場面だよ。もっと存在感をアピールしてこ。そうなんですか。私、今でも十分存在感ある気が。身長がでかいんだよね、確かに。これじゃ足りないよ。つくよ、伊豆な。はい、部長。はい。忍者流ハイパー決めポーズ、いくよ。ここで決めポーズですか。さすがです、部長。思いっきり突撃するんですね。伊豆な、理解しました。さっさとやれとか、さっさとなんか作戦遂行せえと思ってんだろうな、カオさん。にゃはは、出ましたね、あの名ポーズって言いそうになった。名物決めポーズ。来るぞ。忍者とは何なのか、そして忍法とは何なのか。忍者の神髄。本当に大丈夫でしょうか。大丈夫。その本質を研究し、探求し、そして究明する。これでいいの。自分を信じてつくよ。忍者の魅力を広めるために暗躍する、キュートな忍者3人組。3人組です。忍。そういう合いの手いいの？どうなの？泣き込む笑う、百鬼夜行連合学院。最強の忍者集団。その名も、忍術研究部。ダダン！ババン！決まりましたね。パチ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 。にゃはは、さすが皆さん。やっぱり忍者が正解だったね。伊豆の主殿が頼み事があると伺ったのですが、何をすればいいでしょう。ね、私たちにしかできないことって何だろう。ご本、ふむ。忍術研究部にはこれより別動隊として特別任務を遂行していただきたいのです。だからサンクテムの攻略以外のことだな。特別任務。はい、今から皆さんには百鬼夜行の最北端にある大雪、ん？雪原で読み方合ってる？こういうのって大雪原に向かっていただきます。大雪原ですか。そこって雪しかないところじゃん。なんで？現在行方が分からなくなってしまった百鬼夜行の院長を探していただきたいのです。だからこの百鬼夜行の院長に出会って、クズノハさんの手がかりを探して、で、あの恐怖になってしまった、恐怖に反転してしまったと思われるシロコちゃんを治す方法を聞きに行くという任務だね、ここはね。百花繚乱の委員長ですか。百花繚乱というと紛争調停委員会のですか。委員会室にはいらっしゃらないのでしょうか。それがいないのね。それが確かに最近百花繚乱見かけてないね。何か事情があるんだよね、カホ。はい、おっしゃる通りです。にしても人探しなら別に私たちがやらなくてもいいんじゃ。それはですね、百花繚乱の姿を覚えている3年生かつ信用できる方が忍術研究部のルンルンさんしかいないからと言いますか。ルンルンさんって呼ぶな。
毎回名前間違える。ミチルでルンルンなのかな。誰がルンルンさんだ。おお、なんと部長は百花繚乱の方を知っているのですね。部長だから面識があるのかな。何回かすれ違ったくらい。でも私もちゃんと覚えてないんだよね。どんな見た目とか知ってんの。うん、それだけで十分です。あの陰剣部長、陰剣部長、今度は一体何を企んでるの。目が死んでる。この顔グラ好きだな、みちるちゃんの。なるほど、伊豆な理解しました。クズの葉という方の行方を調べればいいのですね。その人を知ってるのが百花繚乱の委員長ね。了解、やってみる。部長、百花繚乱は強いのですか。忍者みたいにかっこいいのでしょうか。見たことないからわかんないです、僕は。少なくても百花繚乱はエリートばかりの委員会だったからな。あ、じゃあ強いんだ。まあそれはな、紛争を止める委員会だもんね。それは強くないとダメだよな。百花繚乱は紛争調停委員会の、その聞いたことはあるのですが。まあ忍者を超えることはないけどね。いつだって最後に残るのは忍者なのさ。そうですよね、さすが忍者です。伊豆な月を満ちる、よろしくね。大事な任務なんだ。その人を見つけたらシャーレに連絡をと伝えてほしい。そうね、シロコちゃんを何とかしないといけんからな。あのバキバキスマホにされる未来が覆るかもしれん、これで。はい、わかりました。はあ、わかったよ。先生にはいろいろとお世話になったし。は、はい、頑張ります。忍ばずの心やっててよかった。こんな未曾有の危機が訪れているのです。百花繚乱が取る行動は決まっていると言いますか、推測できると言いますか。百花繚乱の委員長はおそらく大雪原の黄昏の寺院に向かっているかと。私の情報網を総動員して推理した結果、ほぼ確実に百花繚乱の委員長とクズの葉が開口するのはそこになります。そうなんだ。なのでそこに行けば会えるかと。にゃはは。今はニア様の推理が当たることを願うばかりです。ひどいな、それなりに自信がある持論じゃなかった結論なんですけど。ちょっと焦り顔も可愛いよね、ニアさんね。幸い大雪原は巨毛のサンクトゥムの影響が少ないのでそこまで危険ではありませんが。あ、そうなんだ。現状この事態に関して何も分かっていませんので油断は禁物です。ですからどうか気をつけてください。そうね、状況が状況ですし、寺院にいなかった場合はすぐ帰還してくださいな。あとこの任務は内密にお願いしますね。そうですね、まだ公にできない部分が多いので。確かに。うん、だから百花繚乱があまり機能していないということを周囲に教えてしまうことにもなるから、あんまりね、大っぴらに探せないよね。了解、誰もいなかったらすぐに戻るよ。何かあった際はご連絡します。よろしくお願いします。では百花繚乱の委員長を探しに忍術研究部大雪原へいざ出陣です。さてと、私たちは続報を待つとしましょうか。カフさん、なんで点点点の、なんか思うとこあるんかな。あ、誠さんも動き出す。誠さん真面目に動いてください。本当お願いしますよ、今世界の危機なんです。なるほど。余計なことすんなよ。重要な情報をつかんだな。どんな声だったっけ、誠さん。どんな声あってたっけ。忍術研究部がね。イロハ、どこにいるイロハ、あれを用意しろ。え、何をですか。というか私たちはシャーレの呼び出しに応じなくていいんですか。キ、それについては心配するな、イロハ。全部、すでに手配は完了している。はい、また何を言って。マジでこの世界なくなるって。イロハさん、イロハさんじゃない、マコトさん。キ、これは絶好のチャンスということだ。逃すわけにはいくまい。まあ、世界なくなるて、マコトさん。頼む、味方になってくれて、頼むよ。世界なくなっちゃうって、このままだと作戦過去3やっていこう、作戦準備。もうダメだってん。これ以上やばいこと起きたらん。さすがにこの作戦終わったら世界終わるてん。第1サンクテムから第6サンクテムまで全エリアのスタンバイを確認。再度、巨毛のサンクテム攻略戦の作戦概要を展開します。攻略部隊は各守護者で、守護者を攻撃できる距離まで接近してもらいます。道中、敵の防衛ラインで交戦予定となります。そして、総計6つの攻撃ルートを確保していただきます。
また、防衛部隊はサンクテムの攻略が終わるまで各自治区を守らなければなりません。攻略開始と同時にサンクテムから敵が召喚され、キポトス戦域に広がる可能性が高いです。そうだね、ゲヘナ、ミレニアム、トリニティ、百鬼夜行、レッドウィンター、仙外峡、DU など防衛部隊は全方位からの襲撃に備えてください。各自治区が防衛を成功して、全サンクテムの攻略ルートを確保できたら守護者集中攻撃のカウントダウンを始めるよ。カウントダウンと同時、終了と同時にみんなで一斉に守護者を攻撃してね。タイミングが重要だよ。5つのサンクテムを確保撃破できたら第6サンクテムに全員で挑みます。あ、そういう流れなんだ。以上が巨猛のサンクテム攻略戦の全容です。ここからはシャーレの力が必要です。防衛及び攻撃、すべての戦闘の指揮を先生にお願いします。うわ、正直体がいくつあっても足りなそうだけど、ま、この作戦は先生がいないと成り立たないからさ、よろしくね。先生から何かご質問ありますか？うん、大丈夫。リン、モモカ、エム、準備ありがとうね。あとは大人の力だな。いえ、まだ終わってはいません。ここからが正念場ですので。それじゃあ、みんな準備はいい？やるしかねえ。かっちょいい、この CG。そうか、パラシュート部隊、じゃんけんで勝ったのは、ネルさんだった。リロードしてる。これ誰だ？ん？今の誰？なんかタイツ履いてなかった。これあれだよ、ラビット正体だよね。そうだ、沙織さんもなんか動いてんだ。そうだ、忘れてた。これアビドスだな。ネクタイしてるね。はい、先生。激アツやん。全今まで関わってきた絵にし、生徒たちとの絆が試される。うん、それじゃあ行こっか。かっこよ。巨猛のサンクテム攻略戦、開戦だよ。激アツです。To be continued。はい。第一サンクテム、アビトス砂漠。各場所の話になってくんかな、こっから。はい。待って、これいつ行くの？これいつ行くの？最終防衛戦シャーレって書いてあるね。これどっかであんのか、最終防衛戦シャーレっていう章が。はい、じゃあアビドス砂漠行くか。さて、これは自分で編成するんか。あ、でも編成しないか、普通に考えたら。各地区にいるんだもんね。まずはアビドスですね。皆さん、作戦開始です。私たちはランデブーポイントに向かい、その後、第2部隊が砂漠、横断鉄道に目標を誘導し合流、守護者までの道を確保します。さっきも言ったかもだけど、ミナーのレーザーには気をつけてね。そうだね、岩も一瞬で溶かすみたいなこと言ったよね。はい、わかりました。にゃ、出発しよっか。やってやるんだから。シロコちゃんいないからちょっと寂しいな、このメンバー。こっちも始めようか。準備はいい？オッケー。あ、はい、始めていいわよ、かよこ。オッケー、じゃあ列車を動かすね。列車動かして移動すんの超面白そう。上の屋根乗りながらでしょ。激アツやん。あ、出た。なんだっけこれ。あの、無名の司祭じゃないや。名もなき神の使役してるロボットみたいなやつだね。あちらに何かが。襲撃。私たちを狙ってきたの。やるじゃん。何か察知したんだろうね。うん、こんなものじゃ私たちは止められないわ。誤算だったってこと教えてあげないとね。さあ、ハードボイルドに決めるわよ。おもろいな、君たち。ああ、こういう風に表してくんのね。別行動してるよっていうのをね。これなんかでもあるかな。よいしょ。スキップはないですね。やっていきましょう。カットするかもしれないです。はい、特に戦闘上特殊な演出などもなく終わりました。はい、いやもう僕は何も判断してないです。アロナちゃん何もしてないです。オートで回してます。待って、セリフ切られちゃった。格が違うってこういうコプスみたいな。あ、これで終わるんか。じゃあ区切りがいいとこまで、あーと思ったけど仙外峡視点になるのか。あれ、カッコ1じゃなかった？あれ違ったか？アビドス砂漠カッコ1みたいなことだったと思ったんだけど、そんなことない。あ、全然そんなことなかった。
どこまで見ようかな。なんかこういうのが続くんかな。仙台協自治区防衛。まあやっていきましょう。今52分ぐらい収録してるんで、まだもうちょっと収録できるね。ここが仙台協か。仙台協のイベントできないからな。うわ、化け物だ。あ、さやさん。誰も持ってないから知らん。敵がやってきたのだ。こちらは、媒介員かな。読み方わかんねえんだな。媒介員にお任せを。ココナちゃんは市民の避難誘導をお願いします。わかった。しゅん姉さん。しゅんさんはね、あのね、結構使えるし、みんな欲しいって言ってるよね。このゲーム、ブルーアーカイブってゲームって、PVP というか、人と戦うバトルがあるんだけど、さっきのしゅんさんって初期持ってる SP、右下のゲージ増えてくじゃん。初期の SP を上げるっていう能力を持ってて、その、先手必勝みたいな感じで、こっちが先にそれを持ってるだけで、スキルを打てるっていう特典があるから、しゅんさんはなんか、その、PVP のモード、必須級って言われてるんだけど、僕まだゲットできてない。随分と賑わってるの。誰キサキ会長。あ、ゲーム紹介でキサキさんがどのこうのってルミさん言ってたけど。キサキ会長。この人が生徒会長的なポジションなのか？この仙台教において。代わりにも、門主。読み方合ってる？門主じゃからな。仙台教の危機を静観しているわけにもいかぬじゃろうて。ああ、そうじゃ。守りが薄い場所に執行部長を送っておいた。好きに使うとよかろう。門主様、ありがとうございます。誰だ？強い人ってこと？この仙台教における。ああ、この前イベント来てた人だ。結構僕にとってはつい最近、比較的最近の人だ。皆さん。まさに友は近くに。敵はもっと近くに置け。だな。何その名言。みたいなやつ。いきなり何の話ですか？どうせまた何かの映画の受け売りでしょ。あ、そういうの好きなの？かっこつけてんだ、この人。かわいいな。やかましい。不朽の名作、ゴッドマザーのセリフじゃい。まったく、空行くぞ。モンス様のご命令だ。あ、やっぱまだ実装されてなかったから、当時。いないんだ、さっきの人は。あ、ここで新キャラバシバシ出してくるのもすごいね。あの立ち絵だけはね。ここの今戦闘に参加してる3人は実装されてるはず。うん、この子欲しいんだよな。この子ね、味方回復系なんだよね、確か。このみさきさんだっけ。確か味方回復系じゃなかったかな、あの子。なんかストライカー枠で味方回復するのがこの今白い何耳っていうの、これ猫耳なの何耳なのか分かんないけど、ちょっと垂れてるニコストの子。この子確かそうじゃなかった？あ、やっぱそうだ。一応オートのままやるけど、あの回復キャラなんだよね。欲しいんだよな。ストライカーで回復マジ貴重だからな。そうするとね、サポーター枠で回復を入れなくても済むみたいな話になってくるから、欲しいんだけど持ってないんだよな、縁がなくて。まあこのゲーム結構それるから、あのね、限定キャラ引くときとかにガチャぶっぱするんだけど、あのそのタイミングでね、ゲットできればいいけど、とはいえね、もうキャラが飽和してるから、それてゲットするってのもなかなか難しいよね。うん、ピックアップ、本当に欲しいんだったらピックアップされてるときにちゃんと引かないとダメだよね、やっぱり。お、なんか、みこしみたいな感じのに入ってる。一般市民みたいな感じ。いや、普通に戦車みたいな感じだ。火炎放射出たぞ。アホみてえにモブいっぱいいるな。お、強い。これが仙台教か。まあ、仙台教のイベントって多分最近来た新しいイベントと、なんかこのね、しゅんさんって人たちが主体のイベントが昔あったみたいで、復刻してないんだけど、それかな。あ、復刻してないっていうのは僕がやってる間では復刻してないって話ね。モズに復刻したんじゃないかな、だいぶ前に。僕が始めたのがミカさん実装あたりだからね。それって2周年でしょ、確か。そうなるとなかなかね、できないっすよね。レッドウィンター自治区。結構一個一個がポンポン進むね。一応1時間ちょいぐらいで区切るつもりだけど。どこまでやろうかしら。引き続き、とりあえずやっときますけど。レッドウィンター、見ていきましょう。
今度は私たちの番ですか。皆さんどうぞよろしくお願いします。なら本ちゃんのボスと戦う前に自軸守ってる人たちのスポット当ててんだよ。よし、突撃開始だ。兵力はすごいっていうイメージがあるからな、全然守りきれんとちゃう。あ、出た。どうしよう、行くぞ。労働者の権利のために。みのりさん、ほんと最近実装されましたね、僕のこのプレイしてる時間軸で。プリンのために。デモがすごい好きな人たち。チェリの会長は用事があると席を外されたのですが、少々心配ですね。先に避難所に向かわれたのでしょうか。え、どこ行ったの。あ、避難所急行車なんだ。はい、皆さん、避難所はこちらの急行車になります。あれ、ここ廃墟ですよね。温泉は一体どこに。温泉なんてなくね。それはちょっと事情がありまして、温泉はその廃墟と言いますか、あの、そうなんですか。楽しみにしてたのに、まあ、避難所だから贅沢言えないよな。誰、あ、この人が知識解放先生なんだ。また新キャラやん。この人は実装されてないと思いますね。でもでも、密室にいたら新刊のアイデアが浮かぶかもよ。ここでゆっくりして、次のコミセンの新刊、構想を練るんだよ、ふふ。同人仕書きなのか。あ、もみじさんも知識解放先生なのか。でも知識解放先生としてもみじさんはもうとっくに出てたよね。あの、イワンクパーラ編で出てたよね。なるほど。これが缶詰ってやつですね。わかりました。確かにそうとも言うかもしれん。のどか、チェリーの会長見なかった。いや、こっちには来てないと思う。私も特別クラスの待遇について話そうと思ってたんだけど。そっか。どこ行ったんだろう。どこ行っちゃったの。あ、ともえさんって実装されてんだっけ。ともえさんって実装されてんの。知らんかった。ともえさん多分持ってないの。のどかさんはね、ゲットできるのは、あの、イワンクパーラやれば、復刻してるイワンクパーラ、常設化か。されてるイワンクパーラやれば OK なんだけど、ともえさん実装されてんの知らんかった。いけ、まあ、このメンバーだったら余裕そうやな。2人しかいないけど。お、かわいい。どういう効果なんだ。強化系効果か多分。使ったことがないです。チェリノさんマジどこ行っちゃったんだろう。チェリの会長による、チェリの会長のための、人民による、人民のための。本当大丈夫なのか、このレッドウィンターという国にのキャラクターに関しては。何をとは言わんけど、何をとは言わんけど、本当に大丈夫そう。ブルーアーカイブ、お国から訴えられない。なんでそう思うかちょっと言わないでおくんですけど。そういうのって大丈夫なのかな。あんまり詳しくないけど、僕そういうお国を。めっちゃ来た、兵力すごいな。レッドウィンターすげえな。確かにモブもいっぱいいるイメージだもんね。いろんな役職のモブたちがいるってスポット当たった感じ。モブにもちゃんとスポット当たってったのはレッドウィンターぐらいだよね。トリニティはさ、なんかミカさんに関してさ、ブーブー言ってる人が出てくるとかあったけど、あんまりモブがバン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 出てくるイメージはないんだよね、他の学校って。レッドウィンターは、あの、給食部とか報道部みたいなのとかもいたし、まあ、戦闘する人たちもいたしみたいな、いろんなモブがいるよっていう前提の話をしてたから、こう見るとね、あの、兵力十分にあるんだろうなと思うよね。あ、終わっちゃった。チェリの会長どっか行ったってことなのかな。あとあと出てくんのかな。あ、で、ミレニアム郊外か。あ、これあれか、つるぎさんにスポットが当たるか。これは多分パラシュート乗ってたのが、ネルさんだから、こっち側担当してるのはつるぎさんになったんじゃないかなと思うんですけど。第2サンクテムの攻略始めるよ。防衛隊準備できた。準備完了。私は剣先輩の後方支援ですね。まあ先輩一人でも大丈夫な気がしますが、準備 OK っす。ちょっと離れてるんだな。 OK、 パラシュート隊はどう。乗ってたよね、ネルさんが。はい、先ほどダクトから潜入できました。あ、もう入ってんだ。もう降りてんだね。今は軍需工場の中心部に向かっている。あはは、パラシュート久々で楽しかったね。こっちはいつでも行けるぞ。さあ、とっとと始めようぜ。うん、改めて作戦内容の確認。防衛隊が敵の進行を食い止めてる間に、パラシュート隊が軍需工場の中心部に攻め込む。
そうしたら奇襲を受けた敵の防衛体制が混乱すると思うから、その後防衛隊は中に侵入するよ。それじゃ作戦開始、みんなケセド前で待た。そのうちケセドと合流するってことだね。ケセド戦になるタイミングでネルさんと合流するということなんだと思うんですけど、あの剣さんたちが、はい、これどこに移動するのがいいの。まあこれ踏んであげる必要があるわな、多分の。ここか、とりあえずこっちに移動するか。意味ないとは思うけど、これも特に演出がなければカットするけど、剣さんしかいねえの。それはそれですげえな、おもろいな。ここだけちょっとカットしないようにしようかな。剣さんしかいないのか。まあ確かにいちかさん実装されてないからな、 いいんだけど。強ー、バケモンやん。おお、すっげえぶっ飛ばした今。この人スキル云々関係なく通常攻撃が範囲攻撃なん、これ。そういうキャラクターなのか、もともと。やば。いやー本当にあれだね、演出はあんまないとは言ったけど、この演出に関してはやっぱり剣さんが単体でめちゃめちゃ強いよっていうことをここでは表現してくれてるよね。じゃなかったらこんなね大勢との戦闘わざわざしないもんな、はい。ただ単純になんか変なやつが割り込んできたりとかそういうのがなければカットはしちゃうけどね、今後も。ちょっと剣さんのとこだけ敵がうじゃうじゃ出てきたからちょっと面白くて、多分喋っちゃったんで多分カットしてないかなと思うんですけど、はい。絶対体調悪い時の声だろこれ。あんま意識されてないと思いますけど、はい。というわけで普通に攻略していきましょう。はい、というわけでボスまでクリアいたしました。こういう戦いは私の得意分野だからな。かいな。はい、特にね詰まるところもなく普通に進みました。はい。各ボスと対峙できるってことかな。で、百鬼夜行か。百鬼夜行の自治区までやったら今回のパートを終わりにしようかな。なんか多分これはずっと続くんだろうね。各自治区の話、攻略してるところの話みたいな感じで続いていくと思うから。じゃあちょっと今回は、百鬼夜行自治区防衛まで見ましょうか。はい、今1時間ちょいぐらい収録してるんで、カットしてる部分も入れたらちょうどよくなるんじゃないですかね。1時間ぐらいに。いよいよ私たちの番ですね。百鬼夜行自治区の防衛戦を始めます。うん、行こっか。出発。ふわふわしてる人たちが多い。任侠への第一歩スタートです。任侠への第一歩ではないが、私らも行くよ。突撃、須玉一打も協力してくれんの、まあ、世界の危機やからな。自分たちが悪さをするフィールドもなくなっちゃうからね。避難所は準備満タンです。各種補給も私たちお祭り運営委員会で支援しますよ。はい、社長。お祭りみたいに賑やかになってきて、なんだかワクワクしちゃいます。早戦闘入るの。あ、メンバー的にはこうなるのか。はいはいはい。お祭り運営委員会と修行部って感じか。あと、陰陽部から、あー名前太っちゃった。ちょっと不思議ちゃんっぽい子、名前が太っちゃった。この子なんだっけ、4になったら見れるかな。うわ、効果しか見れない。ごめんなさい、字幕で補足しといてください。かわいい。いまだにおじいちゃんだから名前が覚えられへんのよな。さっき表示されたのにね。やっぱいっぺんにプレイしたりするとね、名前が吹っ飛んだりするんだけど、多分そういう日じゃないぐらい頭から名前抜けてってるよね、僕って。お、あ、そういう感じのスキルなんだ、フィーナさん。なんだこれ。あ、銃か。あ、でもなんかシールド貼った支援系の技か。はい、椿さんはね、自分に集中させ攻撃を集中させつつ防御を上げるというめちゃ強タンクですね。椿さん1回の戦闘の中で HP が確か半分以下になるとちょっと1回回復するっていうスキルも一度だけ発動できたりするから強いんだよね。さっ
最後最初みんな優香さんや椿さんタンク育てるんじゃないかな。あそこら辺やっぱ強いよね。星も星2とかだからたくさん集めてあげられるしね。なんか結局このゲームって何回もガチャ引いたりすると新名文字やっけなが集まって、あの自分の星を上げられるから、あんまりレア度関係ないんだよな。レア度1でも別に新名文字貯めて星5にしたら使うしな、うん、星3ぐらいにしてから使うか大体。レアリティ低いキャラがなんか死にキャラにならないね。どっちかというとやっぱスキルとかの方が重要やな。おー終わっちゃったな。結構サクサクなショーもあるな。なんかキリがいい感じは正直しないけど、ここで一旦区切ろうかな。ちょっとあの切れ目がないままどん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 後半になってっちゃうと思うんで、ちょっとあの他のね防衛戦とかも引き続きやっていくんですけど、一旦ここであの動画一つ区切りたいと思います。すいません、ちょっと短くカットするところもあるんで、短くなってたら申し訳ございません。はい、各所でとうとう巨毛のサンクトゥム攻略戦の作戦開始が始まりました。作戦開始が始まりましたってなんか意味二重してるね。作戦が開始しました。自治区を防衛している方々もいれば、ボスと対峙するために頑張っている方々もいるというところで、あのもういろんなところでね作戦実施されてるんで、もうなんか頭おかしくなっちゃうけど、どの視点なんどこなんみたいになってくるけど、まあ各々の生徒さん頑張っているところでございます。今後ねこの6つの塔を破壊することはできるのか、そしてあの色彩ですね、色彩やシロコちゃんはどうなっていくのか。ゲマトリアもねなんか屋上に現れたけど、なんかねあのゲマトリア終わったわとか言ってたけど、本当に終わったんですか。あとカイザーはどうなっちゃったんですか。ちょっといろいろ気になるところはあるんですけれども、引き続きやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。というわけで今回の実況のパートとしては以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。